衆は神である。この思想で作られた作品に反論するとき、そこには方向性が出る。受ければ良いと言うけど、これ、早いの？受けたけど、先生を侮辱してない？的な。技術が足らないときは、研究の余地はある。高いスキルの後にあるのは、現状しかし、反論する必要も微妙に、ない。大衆は神である。考えると、そこに答え。間違ってない、と言えればそれで良いとき、そこに間違いは今のところはない。今後も。多分。まあ。逆説的に、何かの安心はある。相手の、面倒な問い、は、作品を失敗させるつもりは、ない。単に思想として正しいか否か、を説いてるだけだ。なら、そこ、に投入されたものは、受けた、要素なわけだ。とすると、不備に対してアクションを起こす必要もない、わけだが。この果てに不足が埋まる。それはあるか。